皆様、こんにちは。私は FM 読みたんで金曜日の2時、番組を担当しております、シシでございますえこの度ですね、あの私があのアナウンスを担当することになりました、えー、大鳥ホールで開催されます、米、え、寿、ー、記念講演会琉球総局紅葉会師範の仲間武子先生の、えー、講演会のお知らせをしたいと思います。 伝統、継承、未来へというテーマで、十勝のお祝いを兼ねたといいますか、米寿記念のです、ね、講演会が大鳥ホールで催されます。今年十12月25日、日曜日、午後2時30分会場の開演が午後3時となっております。文化センター大鳥ホーホルにて ご観覧料が2000円となっております。どうぞ多くの皆様がご観覧くださいますようお知らせをいたします。